い、先週学んです。ゆきです。はい、マシコです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで久しぶりに東京スタジオの方で撮っておりますが、はい、ゆうきさん、はい、なんか知ってますよ、ツイッター見ててスニーカーザクザク買ってるの。ええー、そうなんですよ。紹介しないんですよ、全然。そうなんです。させろ。お、紹介させろ。ザザザッとのコーナーでございます。はい、本日全部で3足ございます。3足巻きでいきます。巻きでいきましょう。いきなりいっちゃいます。ということで、ゆうきさん買ってきたスニーカーの紹介をお願いします。まずはこちら、ドン、高広宮下ザ・ソロイストのコンバース ERX260。 はい、すげえな数字。はい、はい、ERX260、 まあ80年代のバッシュです。80年代のバッシュ。ベースモデルとしてはマジック・ジョンソンとかが履いてたと言われてますね。あ、そうなんだ。それのコラボモデルでちょっと改造されてね、あのファスナーとかついてたりね。そうです。後ろにね、文字が入ってたり。そうなんです。高広宮下さん、まあ、ご存知の方も多いかもしれないですけど、あのナンバーナインの創始者の一人でもありますね。そうですね。はい、はい、この方が立ち上げていらっしゃいますブランドのコラボとなっております。こちら、エッセンスさんで購入させたということで、はい、そうです。はい、なんかコメントでね、エッセンスだかエッセンスだかっていう、ちょっと話があったんですけどね、ちょっとそれが分かんないんで、うん、まあね、発音の問題じゃない？うん、どっちでもいいじゃん。ネイティブ的に言えばエッセンスなんじゃない？うん、まあどっちが正しいかちょっといまいち分かってません。ごめんなさい。はい、ということで、宮下さんのコンバースを、はい、ERX 買いましたね。はい、黒です。ジップです。ジップです。以上、次。はい、こちら、おお、ミズノ GV87。 これかっこいいやつじゃないですか。そう、87だったら87年の靴がベースになってる。なんかジェノバ、エアジェノバの復刻モデルらしいです。うん、そうなんですよ。はい、ちょっとね、リメイクされてるんですけど、気持ちいい。いや、かっこいいんじゃないですか、ね。いわゆるクラシックランニングシューズ的なことですよね。そうですね、うん、80年代ランニングですね。ザかっこいいというか、ちょうどいい日向さもありつつ、うん、ランバードがすごく馴染んでるデザインだなと僕は思って確かめました。いや、これはいいじゃない。まあ、なんか珍しいね、でも、ミズノなんて。いや、セールしてて、うん、で見に行ったんですよ。じゃあ5500円で売ってて、うん、もともとこれはオンラインで見てたモデルで、まあ、買うならこれかなって思ってたんで、うん、すごくちょうどよかった。ということで、次行きましょう。ラストです。はい、こちら、おー、出た、はい、ゲル PTG、 はい、ネックスキン、まあ言わずと知れたポイントゲッターですよ。そうですね、アシックスタイガーとアトモスの、まあ、エクスクルーシブみたいな感じです ですね。ディレクションモデルというか、ね、そう、はい、そうなっております。スケスケです。これいいですね。これもうまた紐変えちゃってるでしょ。もう変えてます。だ、靴下で遊んだりとか、うん、まああとはこういうふうにシューレースで遊んだりとか、うん、これはもうね、ツイッターかなんかで見た瞬間、うん、俺は買うぞと、これは来た。これね、なんと、はい、当日並び、うん、1人だったそうです。おお僕はちょっと11時ぐらいに行ったら並びではないけど、うんうんうん、気になって聞いてみたら並び1人だった。もっと売れると思ったのに。すっごいいい。俺も欲しいなって思ってるんですけどね。じゃあ他にはありますか？ないです。あ、この3足、この3足全部80年代ですね。あの、違うメーカー、全部違うメーカーで、80年代縛りで買ってみました。縛ったわけじゃない、たまたま偶然、たまたま。しかも全部モノクロというね。そうね、うん、やっぱこの時代の靴いいね。かっこいいね。うん、やっぱりクラシックバッシュってやっぱりいいですね。乱視入ってるけど、乱視もまあまあ意外とありっちゃうね。やっぱり、いや、ゆうきさんらしい3足なんじゃないですか。らしいかな。嘘です。らしいかな。ごめん、嘘ついた。ゆうきと、ごめん、全く俺らしくないよ。はい、ということで、はい、ゆうきさんの3足を巻きでやってまいりました。はい、この後、この間のファンミーティングの反省会動画がありますので、ぜひ見てください。はい、どうぞ。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。第1回、セシオーバーランファンミーティングアットホテルラファイエット終了いたしました。お疲れ様でした。必死まで終わりましたね。はい、僕たちが帰るだけです。でも、まず、あの、ご来場くださいました皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、並んでくれたのに T シャツを購入できなかった皆さん、本当申し訳ございませんでした。本当に申し訳ない、ごめんなさい。ということでですね、大反響の末終わりましたですけど、ちょっと疲れちゃって何言ってるのかよくわかんないんですけど。じゃあ、どうでしたか、たけさん。
まあ、まずやっぱりね、T シャツ買われなかった方、並ばれたのに買えなかったって方は本当に申し訳ないっていうのがまず一つあります、はい、ですが、まあ、1日ね、こう昼から楽しんでいただく方も多くて、ファンとファンの間でも交流が生まれているようにも見えましたし、そういった意味でやっぱりファンに助けられたなというのをすごく実感するイベントで、僕たち自身もね、うん、楽しませてもらったイベントだったなということで、逆にありがとうございますと言いたいと思います。はい、はい、カノツさん。そうですね、タケさんがおおむねいいこと言ってくれたんですもう僕としてはね、楽しかったなっていうのがまず一つ、うん、あとね、やっぱり T シャツ買えなかった人たちにはね、申し訳なかったなっていうのと、あと意外とね、売れたね、あのアイロンプリント、うん、こっちもね、意外とね、もうないんですかっていうのが聞かれてね、嬉しかったかなと思っております。本当にね、ありがとうございました。あのね、皆さんが本当に楽しんでくれてる様子がね、嬉しかったでございま す, す、ね、じゃあ、企画から一緒にやってくれたゆうきさん。そうですね、はい、もうまあ皆さん言ってくれましたけど、本当に、まあ、僕らにとってもこれってなんか僕らの中の答え合わせみたいな一個のイベントかなっていうふうに考えたところがあって、うん、まあいろいろ日々の動画を作っていく中で、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら、これは本当に合ってるんだろうか、ね、僕らも実際数字で判断することしかできなかったんですけど、まあ、こうやって実際リアルのイベントをして、またある意味リアルな数字っていうのが見えて、本当に僕らが想定してた以上の、お客様にねご来場いただいて、本当に僕らも嬉しかったし、なんかこう方向性として間違ってないのかな、僕らがやってることは、なんかこのまままた先に進めるような気がして、本当にいい、本当にいいイベントになったなと思います。ですね、はい、じゃあまあ最後にマシコから、こんだけ語られるとね、もう語ることほぼないんですよ、正直言うと。いやでもね、単純にもうめちゃくちゃ嬉しかった。うん、いやね、並んでくれて、買えなかった T シャツが買えなかったお客様がねいらっしゃったんですけど、本当にね、まず並ぶなんて思ってないんですよ僕たち。うん、もう全部が僕たちを超えてきちゃったんですよね、想像を。いやー本当に嬉しかったな。いや申し訳ない半分、ものすごい嬉しい半分なんですよこれ。うん、僕の気持ち、いっぱい来てくれました。対応しきれなかった部分もいっぱいあるのも、ちょっと嬉しさ半分、申し訳なさ半分みたいな感じかな。うん、でもね、もう基本的に皆さんね、楽しんでいただけたという感想をねいっぱいいただいたので、もう満足です。はい、はい、トータル全部プラスです。はい、そしてね、もうずっと一緒に企画をしてくれた中澤さん、本当にありがとうございます。こちらこそ本当に楽しかったです。ラファイエットさんの今回の動画一番出てるのここですからね、実は。ね、T シャツの件から何から何かまで全部を聞いてくれたっていうのは本当にありますし、中澤さんなくしてはなかった、なかったですね、というのは間違いないと思う。なんかでも、はい、ちょっとこれ一つだけ言いたいんですけど、はい、まあ、皆さんおっしゃられてた T シャツ並んだのに買えなかったっていう方への謝罪なんですけど、これはもう青春オーバーランサーの、方々は何も悪くないです。この数量は完全に僕の不手際なんで、それだけ本当これは本当皆さんにお伝えしておきます。まあ、ただ本当に楽しかったです。楽しかったです、はい、働いててこんな楽しかったイベントなかったんじゃないかなぐらい僕も楽しかったです。いやありがとうございます。でもまたぜひ、それはもうこちらこそです。本当に、本当ですよ、はい、本当にぜひこちらこそやらせていただきたいです。お願いします。次のね、スニーカー全部に続く企画をちょっと考えてまた、うん、ねやりたいですね。ファンミーティング開催できたら嬉しいですね、うん、そうですね、あれですね、藤森勇樹の青春オーバーランフォトなんとかフォトテ需要あるかな。ないと思うそうですね、なんかいろいろできればねいいなと思います、今後も。うん、ぜひお願いします。はい、ということで皆様、今回は本当にありがとうございます。ありがとうございました。以上、青春オーバーランでした。またねー、またねー。